フリスビードッグというスポーツご存知でしょうか。人間がフリスビーをポーンと投げますと犬がダーッと走ってってジャンプして加えるという、この映像だけはご覧になったことある方多いと思うんですけれども、このスポーツの日本での協会はなんと新潟で発足したんだそうです。発足後1年になりますが、このほど思わぬ舞台でパフォーマンスすることになりました。こちらをご覧ください。投げられた1枚のフリスビーをジャンプしてキャッチする犬。人と動物が一体となって繰り広げる華麗な技の数々がフリスビードッグの魅力です。アメリカでは30万人以上が楽しんでいるというフリスビードッグを日本でも広めようと、新潟の愛犬家たちが去年7月、新潟市に日本フリスビードッグ協会を設立しました。日本の協会の会長は今から19年前、全米フリスビーチャンピオンシップで優勝した経験を持つジョージア州アトランタ在住のピーター・ブルームさんです。ピーターさんは先日来日し、本部のある新潟市で会員らを対象にしたクリニックを開きました。で、最初ちょっと短からやった方がいいんじゃないかって言ってます。今回の来日の目的は、明日広島市民球場で催されるプロ野球のオールスターゲームの第2戦でアトラクションとしてフリスビードッグを披露するためのものです。1年前に生まればかりの協会にとっては初の代替が用意されました。After the fifth inning at the All-Star game, we're going to be performing for about 10 minutes with Frisbee Dogs, and I'm very honored to be there, and I'm looking forward to promoting the sport of canine frisbee out Japan, so hopefully everybody will watch it and enjoy it and then want to get involved in the sport. 野球とフリスビードッグは実は切っても切れない関係にあります。記念すべきフリスビーがロジャースタジアムで閉じられてから21年の末、日本の野球場でフリスビードッグが初めて全国に生中継されます。